大船パーキングエリアは、鳥取県最白群法棄町の米子自動車道上に、ある、パーキングエリアである。上り線は、鳥取県最白群法棄町久し、いにしえ、下り線は、鳥取県最白群法棄町岸本にある。施設内から大船を一望することができる。2011年6月30日に施設内に、大船高原スマートインターチェンジが、共用開始された。 大仙高原スマートインターチェンジバス事業者は、大仙パーキングという故障を使用している。日本交通が関係する、米市を発着する一部の路線、便が停車する。いずれの路線も、下り線は校車専用、上り線は乗車専用となっており、米子方面との直接の行き来はできない。ウェルカムゲート登場前、指導発、大仙パーキングエリアに設置。日本海新聞。 オリジナルの2015年7月12日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/2015071201326/http://www.nnn.co.jp/news//20150711002.html2015 1, HT org 1, ht 1 2015 2015 ht 年7月12日閲覧 大仙高原スマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。